ナイブさん、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、疲れてます。1週間、あれからちょうど1週間経ちましたけども、いかがですか？真面目にやりました。やりました。毎日通いました。やばいっす、まあ、疲労がピークすぎて、はい、今朝起きたら物もらいになっちゃう。体がびっくりし始めて。なるほど。お前いきなりこんな運動するのかって言って物もらいになっちゃう。目も開かないです。やばいっすね。なんだろう、なんかこう眠ってた筋肉たちが、はい、いきなり叩き起こされたもんで、なるほど、みんな眠たい目をこすって、おい本当にお前やんのかよみたいな1週間でした。なるほど。なんかこう、これはちょっと辛かったなとか、この動きはちょっと難しいなとか、あ、これはちょっといけそうだなとか、うん、この1週間の中でなんか、うん、あ、2つ発見があって、はい、そのまず私はアサルトバイクがダメですね。なるほど。あれもきつい。もうだって手も足もきついじゃないですか、はい、あれもう持久力がやばかったですね。もう一個の気づきが ありまして、はいはい、ウエイトリフターですけど、はい、バーベルってどれだけ上げやすい形なんだろうと思いました。めちゃめちゃ上げやすい形になってるなって思いました、はい、なるほど。バーベルの35キロって軽いけど、こんなでかい玉あるじゃないですか、はい、玉の35キロめちゃめちゃ持ちにくくて、なるほど、ね、形でこんなに違うんだって思いました。なんかだからね、なんだろうね、ほんとクロスフィッターリスペクトです。あ、もう一個気づきがある。あ、なんですか？佐久山さんはやっぱり次元が違うと思います。あの方にはかないません。はい、神じゃなくて鬼。鬼って言うか、これね、こう尊敬の意を込めて、はい、あれですよ、本当にこう行かれてます。なるほど。多分もうすごい世界にも行っちゃってる。すごいですよ、本当に。これちょっと自主練見させていただいたんですけど、はい、えぐい。あれを毎日一人でやられてるっていう精神力が、はあ、いけんのかな。いけんのかなって。どうですか、周りのこの YouTube とかインスタを通して反響ありました？それがめちゃめちゃある。いや、編集がうまい、素敵な編集してくださるからですよ。めちゃめちゃなんか友達増えました。あ、そうですか。本当に友達増えました。ものすごく応援してくださって、すごい嬉しいです。周りのウェイトリフターの方々はドン引き。ドン業者にはドン引きされて。ドン引きされて。どういうことですか？よう、そんなきつい。あ、そっちですか。絶対きつい競技なのに、よう、その一回やめアスリートやめたところから、はい、このきついところ、はい、いくなって言うと、ね、なるほど。それでドン引きされてる。なるほど。もう心配されてますね。ああ本当に大丈夫なのかって。そう でなんか自分もちょっとやっぱ結構心が充実してきたんですよ、ちょっとずつ、はい、やっぱ運動再開したら、はい、気づいたけどなんか充実してるなと思って、だからウェイトリフターのこともちょっと楽しいから一回やってみてくださいとかって言うと、みんな絶対やらない。なるほど。絶対やらない。もうちょっと私がもっともっと魅力を、クロスフィット魅力を知ったらもっと宣伝したいと思って。わ。ちょっと最後に、はい、1週間の S サイズの女になりたいっていう、ちょっと体重の方も。いや、1週
一応ね、一応確認のため、はい、で今日はな、今日朝納豆ご飯食べちゃった、はい、納豆ご飯食べちゃったし、あの水も結構いっぱい飲んだし、ああ、うん、大丈夫です、うん、そう大丈夫です前振り前振りです、お願いします。でもこれで、あと一個言わせてください、はい、あの私もう週8、8、週7で飲んでた、はい、飲んでた、今週3日飲まなかった。あ、マジですか。じゃあちょっと変化があるかもしれない。ありますね。また用意されてるから、はい、ちょっとお願いします。今用意されてる本当に嫁入り前の女の子がね、いやだからほら目標が何ですか、何でしたっけ目標が今回の S サイズの女になる。行きましょう。これ1週間 S サイズ宣言して1週間後の体重。そうですね、1週間前はそして、はい、お願いします。じゃあちょっと、あれ、ナミさん、何キロでした今？71.1。あれ？あれ？やってますねこれ。ナミさん。いや、なんでかな。これ食べました。クロスイット終わった後。あれ？なんでかな。食べました。やば。そう、まあ動いたら栄養取んなきゃって思った。だからやってますねこの顔。クルーコーチの食べましたねこの顔。10時半ぐらいに終わってそこから家で11時ぐらいにちょっとペペロンチーノとか食べてた。ちょっとペペロンチーノ食べて、でもビールは飲まなかった。でもあ、それはね素晴らしいです。ペペロンチーノビールちょっと促進、ちょっと昨日ちょっと食べ過ぎた、昨日ちょっとラーメン。これどうします、食事制限もします、どうします。優子コーチにちょっと相談してみます。やばいやばいやばい、だって師匠はやばいっすよ。炊飯器に卵2個打ち込んで、そうです、そうです、それだけを食べてるんですよそんな耐えられないこれだけですよ。これなら包丁もいりませんって言ってたんですけど、卵を割る動作ですら竹山さんは無駄な時間だと思ってるんですよ。はい、どういうことですか。ないといけない。ちょっとそれも考えますか。考えますか。どうしますか。ね、ちょっと今ちょっとびっくりした結果になってますんで、ちょっと検討しましょう。はい、ね、せっかく頑張ってますからね1週間。そうですよね、はい。お酒も抜いて。そう。そう、今回目標が何度も言いますけど S サイズの女になる。今日、ナミカさんこれは、初めて僕のクラスに来てもらって、はい、ちょっと軽く自己紹介しましょうか。みんなで東京マリで、お名前と好きなアイスいきます。アイス、はい、アイス何種類じゃあ僕から行きます。はい、本日ね、こちらの方と申します。好きなアイスはモモボール。ナミカです。お願いします。好きなアイスは小豆バーです。わかります？わかります。歯折れるやつ。先週と一緒でバックスコットから始まります。バックスコット。ウォームアップで自分で 60% まで、まあ、時間それ大体5分から8分ぐらい取って自分の 60% までちょっと上げて、でまた2分半ごとに5セット、はい、で4、4、4、最後は3レップいきます。スクワットが一番嫌いなんです実は。そうなんですか。スクワットとクリーンが一番嫌いで、本当にそういう練習があるとうなされたもんですわ得意ジャンルじゃないですか。得意ジャンルじゃないですか。私結構上体系ウェイトリフター足がね、へなちょこなんですよ。よくね、太いだけで中身が詰まってないってことでちくわとよく言われたもんですわ
まあ、71キロもあるんで体重が。それは立てますわな。まだいけるんじゃないですか。ちょっとひよってますよね。素人から見ても軽そうでした。いや感じてるのは重い。重いですか。重い感じるの。でもこれが今自分の体重ぐらいなんで、自分でこんな重いんだ。でも結構ウェイトリフターはこうスクワット系は結構練習するんじゃないですか。めちゃめちゃします。ほぼ足、そうです、足ばっかり、足ばっかり、うん、姿勢があんま良くないと弱いんですよ。だからトシキとか羨ましいですよ。すごいですよ。何キロ担いでもこうエレベーターのように立ってくるんですか。羨ましいですよ。だからクリーンも私はこの上ジャークが絶対にさせるんですけど、クリーンができないから。クリーンでも多くの人選手がクリーンはパーン立ってきて、うん、こっちの方がいかない。なるほど。ちょっと周りと比べて 楽そうなやっぱ顔に見えちゃいますけど、ちょっと今日やばい、ちょっと天狗なっちゃう。やっぱすごいですね。すぐ調子だ。いややっぱ、いや、なんだろう、バーベルはやっぱあれなんですかね、慣れてる、うん。全然あれですね、いけますね。いや、本当はそんな余裕ない、全然余裕なかった。これでも足も戻さないといけないですね。で、軽く膝を曲げて、ダンベルを床にタッチしたら軽くしてください。ダンベルはそう、こんな感じで、はい、これだとちょっと下げないといけない。で、膝と股関節が伸展したらクリーチを出てくる。はい、これは軽いはずですね。軽いですか。脇を締めて、で上までやってきます。あ、後ろが上がりすぎる。はい、超えて逃げるイメージです。超えて逃げるイメージです。そう、なんか引っ張られてる。うわお。滑らない。滑らないし、で握力も使わないから。使わない。そう。だから使ってるのか。そう、だからあれ、胸壁の方が安い。はい、ニューアイテムを手に入れました。来るこっち側、来るこっちにもらっていただいたやつですけど、私さっき、あ、だから来るって書いてあるんだって言ったら、それ来ろうって。
As a 2-year old and she know it. Got me at a loss for words, though I'm a poet. Watch it when she bag it up, toot it and throw it. In a circle, hurt you by virtue when she show it. We've been here before, the garments and the decor is different. Now I'm tripping off visions of love and war. Saw y'all in my dreams, a castle in pink dress. Princess toes to, I told you, how could I think less? Taking over my soul, the shame of my weak flesh. Don't even know her name, feel lame with each breath. But practicing my game, the same with each step. Excuse me, miss, I'm the sh- But right at that moment, as soon as I had a plan, another guy slid by, grabbed her by the hand. Can't tell if it's a man, but she called me by my eyes. Said we can't be here, but you can meet me in the sky. Meet me in the sky. I never knew I could fly so high. Touch me, you and God holding hands over stardust. And the universe works in our favor. You've been praying for a man, but you your own savior. I'm just here to walk you into the light. Hold you up for support, comfort you in the night. Unfold your wings, teach you about flight. Your eyes hurt the first time you perceive sight. And I see you looking from the dance floor, many rocking like you're cooking. Trying to think of words to say to make my approach. Avoiding eye contact until I know we close and I know the mood is right and the time too. Not sure how many lives I live to find you, but you're here now, that makes two of us. Said you the only one, that takes two of us. ダメかもしれないもん。もう、オッケー、自分重い。自分が重い。自分が重い。L サイズだから。今まだ L サイズ。あ、取
楽しいかも。おう楽しかったかも。おうありがとうございます。はい、楽しかったです。はい、よかったですね。だんだん楽しいんじゃないかなって思ってきた。持ってきました。持ってきた。